全部制度設計しなきゃいけないのでね。これ重村先生ね、あの税を上げるというのは具体的にどういうものが考えられるんですか。市民税からそれから不動産税から、はい、あのいわゆる市ができるものがありますね。だけど実際にはね、あの多分あのとりあえず言い方ですけど実際には税を上げられないと思うんですよ、ね、税を上げればですね、これよっぽどの論拠してあの府民が納得しないとですね、結局知事の支持率は落ちるわけです。住民サービスはちょっと下がった、税金は上がるって話ですね。そうすると知事は今支持率で戦ってますからね、はい、これはしばらく落とすことにはできないんで、まあ、税を上げるとは言いますけど実際にはですね僕は難しいだろう。割と結局あの東京の場合ね、あの石原さんがガンガンやってるような感じがしますが、はい、だけどで結局多分最後にですね、考えつくのは多分あのいわゆる収入を増やしていく、はい、まあ、簡単に言うと金持ちにどんどん大阪に来てもらうとかね、 あるいはその企業をどんどん誘致という形でのその収入を増やしていく事業をどうするかと。金持ち大谷さん一人ぐらいじゃダメですか。多分だめですか。あの当初見込みよりですね税収の見込みが700億減っちゃったわけでしょ。はい、そうです ね、 痛かった ね、 東京は3000億増えちゃってるんですよ。あずるいです ね、 ねこの差をね、でだからあの民主党の議員団の西脇さんが言うように、民主党今回賛成したと、だったら今度は手を組んで霞が関に乗り込もうよ橋本さんと。 それはやってくれないとね、あのいつでも痛み痛みではでちょっと待てと、いうことを大阪国に言う時期が来てると思いますね。一方でその地域主権を実現されるまた PT みたいなものを作ろうという考えもあるようで、藤井さんこの PT っていうのはでもあの地域主権、地域主権の形で、ね、大阪府の発展的解消する最初はねその国の例えば、まあ、ムーブもやりましたけど高速道路であるとかですね、国の直下事業に対してその府が半分ぐらいお金を負担しなければいけないことに対して最初あの橋本さん非常にその割と消極的でしたね。 それがだんだん変わってきましたね、まあ、変わってきてですね、その国にその上納するようなことはですねもうやめていきたいところをおっしゃってるんで、まあ、今回の新しいそのまあ PT になるのかな、それでぜひそれを推進してほしいなと思います。橋本さんの強さはね役人をつけてる。さっきも役人は 100% よくやったって言うでしょ、職員はね、職員はこれは強いんですよ。なるほどね。続いては重村さんのコーナーです。夏休みに突入、みんな大好き天王寺動物園よりは大きいけれど毎日行列ができる USJ よりは小さい島竹島が日韓の間で揺れに揺れています。今月14日日本政府が公表した中学校の学習指導要領の解説書に竹島の記述が登場。韓国を配慮し竹島イコール日本固有の領土という表現は避けたんですが、이번 일로 잃어버릴 수 있는 일들에 대해서 지적을 많이 해주었습니다. 사라니와 기노모 韓国の退役軍人らが集まったのはなぜか長崎県対馬市役所前。일본이결국독도를주장한다면은우리도대마도를찾겠다는얘기입니다그래서왔습니다かれこれ50年以上揉めに揉めている竹島問題、とくと竹島を日本に売り渡す気か。韓国国民の怒りは大統領にも。今月またもや支持率 20% 切りを記録したイ・ミョンバク大統領はほくそ笑んでいる。竹島をめぐる不毛な戦いは吉と出るか凶と出るか。